はい、皆さんこんにちは。今日も皆さん、ロッキー藤井の、オンラインセミナーようこそおいでくださいました、はい、ロッキー藤井とめぐちゃんこと国際部の西本めぐみです。今日もお願いします。はい、よろしくお願いします。それではですね、はい、どうも、はい、前回いただいた質問と感想から先に行きましょう。はい、はい、1つ目の質問を読み上げます、はい、ラーメンの複合は非常に参考になりました。複合の場合のロールサイズはいくらぐらいがいいのでしょうか。はい、ご質問いただきありがとうございます。ございます。まずどのような目安にこだわったラーメンを作りたいか、生産を上げることに焦点を置くのかによって異なります。複合を行うには当社のリッチ麺 LM のような非常に小径、ね、リッチ麺 LM、ね、はい、小さい径、うん、のロールでも十分に複合ができます。大きな径のロールを使うほど製麺速度は上がりますが、麺生地に過大な力が、かかりやすく、麺生地の組織の破壊が起こりやすくなり、同時に麺生地が硬く締まり硬い麺質になりやすい、ね、これわかる、うん、大きいロールでやったらいいのは、例えばどういう麺を作るの、大きいロール使ったらいい、大きいロールですか、うんうん、うん、直径の大きいロールね、うん、締まる。昔ね、はい、ね、戸畑良機という会社が、ね、九州にあったの、はい、戸畑良機、うん、そこは複合機じゃないの、うん、でかいロールが2つだけの機械で複合なし、それで複合の代わり、あ、それ1回でかいロールだけで、ロールの直径60センチこれぐらいの、うん、そうそう、それが2つ、すごい大きい、でかいロールね、だから重さも相当重たいよ、はい、ね、ただしそれで複合をやってしまう、うん、ね、あ、だから複合、そこのメーカーは複合機は作ってないの、はい、うん、それで生地を複合してね、あと圧延すると、はい、それは締まるよ、60センチだもん、そうです、すごい圧が、うん、圧がむちゃくちゃな圧がかかる、うん、直径が大きいからね、要するに平たい板でガシッと押さえつけてるのと同じような感じ、わ、はい、かる、うん、うん、ね、両方から油圧プレスでガーンと押さえつけてるような感じ、ね、ぺちゃんこになるよ、ぺちゃんこになる、うん、のしいかみたいにね、だから生産性ね、通常麺工場で使っている複合機には大きなロールサイズが使われています。これらは生産性を主体に考えて面質に重点を置いてない、ね、これらを検討しようとすれば、当社のリッチ麺 LM のような小径ロールで製麺した麺と体型ロールで製麺した麺の面質の比較すると簡単に結果が出ます。来週ね、今週ね、はい、今このテストやってます。あ、来週のための、うん、来週のための、今週ね、孫さんがね、私のためにこのテストをやってくれてます、うん、LM と LS とね、まあ LM より LS がちょっと大きいね、うん、それでどのぐらいな違いが出てくるかというね、小さい方と大きい方と、うん、でよくこの業界で誤解してる人が結構多いね、うん、大きい径の方がいい面ができると、で誤解してる人が結構多い、うん、ね、なんでか知らんけど、はい、ね、なんかイメージがあるんですかね、なんか、うん、なんか誰かそういうふうな間違った情報を流してる人がいるみたい、うん、この業界で、うん、ね、でその大きいロールほどね、いい面ができるというのを間違った情報を流しててね、はい、それを信じてる人がまたいる、こうややこしいことに、はい、ね、うん、だからね、私はもうね、私はどちらかというとね、あの嘘を言ったりごまかしたりするのは大嫌い、ね、だから本当のことを言って本当のことしかね、皆さんに伝えたくない、はい、だからそのためにわざわざね、今週いっぱいかけて、うん、あのわざとデータを取って、そのデータを皆さんにお見せしようと思ってるんです、はい、レオメーターにかけて、うん、ね、それからですね、ラーメン圧延の本質についてはね、来週触れます、
また本日の後半部分も一応参考になります。圧縁のね、うん、本質、うん、はい、ありがとうございます、うん、次は感想ですね、うん、海外からの感想をいただいてます、うん、御社の製麺機で麺を作り違いを実感してみたいです。コロナのため里帰りができず大阪のドリームスタジオにも行けず残念ですっていうことです。うん、あ、フランスの方ね、はい、ご心配いりませんね。ご心配いりません。うん、アムステルダムにちゃんとあります。近くにあります。あります。日本に 帰、ね、帰れなくても、うんね、あのコロナ前にね、はい、アムステルダム作ったね、うん、作りました、うん、でニューヨークの方は残念ながらちょっと間に合わなかって、うん、コロナの最中で工事ができなくて、うん、多分今年の秋か冬までにはねニューヨークの方もオープンできると思います、うんね、だからアメリカの方はまだ拠点はですね借り物ですけど、今度今年中に本物が、ね、間に合いますから、はい、そちらもご安心ください、ね、アムステルダムには当社の拠点があります、ね、現地でリッチメンで実演できます、はいね、ただし現地スタッフは日本人ではないです。インドネシア人とペルー人です、うんね、両とも英語と英語と、まあ、インドネシア語と、うん、スペイン語と、うん、まだオランダ語はある程度、うん、オランダ語も、うん、オランダ語は2人ともいけるわね。そうですね。他にもうできない？ペルー語もいけるわね。あ、ペルー、スペイン語、スペイン語、あ、そうか、スペイン語、スペイン語、スペイン語と英語とインドネシア語と、うん、英語と、うん、中国語は？中国語はちょっとできないですね。で、ああ。うん、あ、ケミさんできない。できないです、ね、うん。で、ラーメンの実演できるね。ラーメンの実演できます、うん。機械も実際にあっちにあるので。うんうん、ね。アムステルダム、フランスからアムステルダムってどのぐらい？どれ？車でも行けるわね。うん、まあ電車とかも、うん、電車でも、うん、あるある。電車だったら数時間。で、うちの拠点は空港に近い、スキポール空港に近いとこだから、ね、空港の近くだからそういった地の利もいいです、うんうん、あの楽に行けますから、うんね、心配しないで、うん、ぜひオランダの方にちょっと、うん、私も行きたいけど今行けない今行っちゃダメですよ今行けないですよ、うんね、現在製麺機は、ね、リッチメンと真打ちを置いてます、はい、ただし常時現地スタッフは事務所にいませんのでね、訪問前にはご連絡ください、はいね、はい、じゃあよろしくお願いします。次の感想に行きます、うん、複合回数はやればやるほどいいわけでもないのですね。データで示されてよく分かりました。ありがとうございました、うん、こういうふうにですね、私の方はもう常にデータ取ってやってます、うんね、ご感想いただきありがとうございます。ラーメンの複合回数は真打ちのプレス回数に相当します。どちらもやればやるほど良いのではなく最適な回数があります、ね、何でも一緒や ね、 そうですね。ご飯でも食べ過ぎたらいけないし、うんね、足りなかったもいけないし、ね、睡眠だって一緒、取り過ぎたら取り過ぎたらパンになるよ、ね、たまに取り過ぎるよ。取りすぎますか、うん、10時間ぐらい寝てしまう。10時間寝てしまうよ。10時間、うん、寝てしまう、うん、以上のように当社では常に最高に美味しい麺作りに情熱燃やしております。疑問点があれば何でもご質問ください。はい、次ですね、悩みですね、いただいてます、うん、ビーガンラーメンの必要性が分かっていても狭い厨房でビーガンスープを出すスペースがありません。はい、お悩みいただきありがとうございます。どのようなビーガンラーメンをご希望ですか、うん、濃度、透明度、味の方向性を教えてくださいと。業務用ビーガンラーメンスープの開発も検討していますのでお役に立つことができるかも分かりません、うん、なお一般的なラーメンではなく混ぜ麺の専門店すれば全然場所いりません。これアムステルダムのね、麺インポッシブルというね、はい、私がちょうどね1年半前の12月に、うん、要するにコロナの直前ですね、はい、行ってきました、うんね、このお店この前ちょっとお話に出てた、うん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 、これね確か向こうで、
20ユーロ 1人前ね。1人前、うん、でこの前菜から始まって、うん、この左側が前菜ですね。これが、うん、でコース料理だけ、うん、予約だけ、完全予約制、完全予約制、予約なしだったら入れない、うんうん、でこれはね混ぜ麺ですね、混ぜ麺、はい、うん、混ぜ麺、うん、混ぜ麺でね本当に美味しかった、うん、でこう丸く見えてる肉みたいに見えてるね、はい、これ椎茸、これ椎茸だね、椎茸、うん、このパウダーとかなんか赤色、うん、赤いね、これはあの要するにチリ系だったんじゃないかと思うね、うん、うん、でその下にねこの店のオーナーと一緒に写真撮ったんですね、はい、でここのオーナーがですね、非常にこうユニークな方で、ね、はい、この普通のラーメン店やらないでこのヨーロッパだから、ね、この混ぜ麺でビーガンラーメンやったとね、はい、これものすごい頭いい人だと思った、うんうん、でおまけにですねこの完全予約制だから、はい、自分の好きな時に休める、うん、そうですね、うん、日本へ出張したりね、はい、アメリカへ出張行ったりとかいうのもね、要するに休みたい時はオーダー取らんかったらいい、ね、もう事前に分かってますね、分かってる、で同時にこの混ぜ麺だからスープ卓越がないんです、うん、ね、だから狭い厨房でも十分できます、ね、これ面白い事例です、はい、はい、ありがとうございます。質問ですね、うんうん、なぜ太い麺ほど作るのが難しいのですか。はい、ご質問いただきありがとうございます。一般的に麺線が太くなるほど茹で湯が麺の中心まで浸透しにくくなります。これわかるね、はい、うん、ね、例えばここに細い線があるね、この細い線なんかすぐ簡単に浸透するね、はい、でところがこれがもしね麺の断面だとしたら、はい、こんな麺をもし入れたとしたら茹で上がる？上がらない。これね多分何時間やっても茹で上がらないと思う、うん、こんな太かったらね、はい、要するにあの麺が茹で上がるか茹で上がらないかいうのは麺の太さ、ね、だから我々人間が食べやすい麺の太さにしてるから茹で時間もそこそこで食べやすいね、はい、うん、あの水が浸透しやすくて、うん、ということになりますね、はい、一般的に、したがって麺生地のグルテン組織が破壊されていると余計に湯が通りにくくなり茹で時間が伸びる割に茹で上がらない状態になります、うん、あるいはですね以前に鹿児島行って高度の非常に高い水で麺茹でたんです、はい、ね、そしたら茹で上がらないでね麺の外はどんどん茹で溶けしていくんです、はい、外は、ね、表面は茹で溶けしていくんです、うん、ところが芯はいつまでたっても煮えてない、硬い硬い硬い、うん、煮えない、外はもう柔らかくなりすぎて、ね、外はとろけてきたのにね中が芯が残ってるの全然茹で上がらない、で、うん、こう水のせいですね、うん、だからこういうふうにですね、麺というものはある程度早い速度で茹で上がれば茹で上がるほど美味しい麺になります、うん、水が浸透、いかに浸透しやすいか、はい、でグルテンの組織が破壊してないかどうか、うん、ということは非常に大事ですね、先日ですね喜寿庵の超極太うどんと香川県の他社の超極太うどんを茹で比べしてみました。すると麺生地の組織作りがきちんとできていないとうどんではなくね、ライバルの他社の方はですね団子だったです、うん、ね、団子を食べたような食感で、うどんの食感になってないんです、はい、ね、で太いほどね難しいから、うん、多くのメーカー太い麺を作りたがらない、欠点が出やすいから、はい、だから太い麺を作れるメーカーというのはこの麺の製法ノウハウが非常に優れてる会社だという、反対に言えばそういうふうに言えるんです、うん、ね、はい、だから麺線が太いほどですね麺の欠点が非常に出やすい、うん、ね、反対に麺線が細いとごまかされやすい、うん、ね、下記の画像は関連会社3省が
冬場に販売している超極太うどんですが、あまりにも人気が高いので7月に数量限定で販売するようになりました、ね、これです、ね、この超極太うどんパッケージインパクトがありますよね、うんうん、パッケージもインパクトありますね、うん、食べていただければプレスな発想仕込みの意味がよくわかります。太くてもこんなに美味しいうどんに感動すること間違いなしです、うん、これね、あのキンキンにあの山椒吉祥庵の方で販売始めます、はい、うん、あの吉祥庵というのはですね、亀に白に庵ですね、こちらの会社ね、はい、販売始めますから試していただいたらですね、この麺作りのノウハウが非常によくわかります、うんうん、この前から言ってるの層の話もここにつながってる、そうですそうです、はい、で今日は私はですね、はい、このレジュメを30分に合うぐらいと思って作ったんだけど、ちょっと今日短かったから、はい、逆にこれを短くしといて、はい、後の本論ですね、今日の本論が少し長いんで、はい、あの本論の方を伸ばします。わかりました、はい、じゃあ一旦ここで切ります、はい、じゃあ皆さん、じゃあ後でね、また5分後ぐらい、うん、5分後ぐらいにまたお会いしましょう、はい、それじゃあ皆さん一旦ここでお別れします、はい、また後ほど、はい、後ほど、はい、再度スタートいたします、はい、お待たせしました、お待たせしました、はい、ロッキー藤井とめぐちゃんこと国際部西本めぐみです。じゃあよろしくお願いします。今日はですね、はい、高水面の圧縁のメカニズム、高水面の圧縁、うん、高水面といえばうどんとか、うん、うどんと、はい、とかうどんとか、うん、高水ラーメンとか、高水ラーメン、これね、手延べのラーメンね、はい、なんでそうめんも高水ね、パンはあれもか、うん、パンは加水 60% とか 65% 高、うん、高超高水、うん、ね、うん、はい、ということで、早速スタートしていきます、一つ目、高水面生地の圧縁、うん、圧縁の本質、高水面の圧縁での分かりやすい事例は 手打ちうどん、ね、手打ちうどんね、こうね、いつも食べさせてるわね、はい、手打ちうどんの鍛え終わった麺生地を圧縁する目的はね、ほら、手打ちうどん作る時に生地をまず練って、はい、足で踏んで鍛えて、それから麺棒で伸ばして、で麺棒で伸ばす意味は、何のために麺棒で伸ばすか言うと、薄く食べやすくするね、うん、で麺棒で伸ばして包丁で切るね、はい、これ食べやすさね、うん、これこのブロックの方が食べれないです、ね、うん、ね、茹で上がらない、うん、ね、食べやすくする、はい、ね、でここで重要なことは、食べやすい麺サイズ、食べて美味しい麺サイズにするための圧縁であり、ね、もし圧縁以外の方法で食べやすいサイズにできるのであれば無理に圧縁する必要はないです、うん、これどう？そうですね、どうしてもその食べやすくするためにはしないといけないです、うんうん、ね、圧縁以外でできたらもうそれはそれで、うん、ね、圧縁以外でやる方法というのは圧縁以外でやる、うん、圧、え、うん、刀削麺ね、刀削麺見たことある？私生では見たことないんですけど、動画とかでこうやってる、ね、うん、これ実際のね、木の大きさこのぐらい、うん、ね、その上にあのかまぼこをほら貼り付けるみたいに麺生地を、ね、はい、これかまぼこ板とすると木の板の上貼り付けて、肩の上に乗っけてね、こう手でこう持って片方肩の上に乗っけて、はい、でナイフでこうほらさっ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 と、うん、でそのままお湯に飛んでいく、ね、鍋に飛ばして、鍋にバンバン飛ばしていくね、はい、で大体一つの厚さどのぐらいか分かる？一つの麺の厚さ何ミリぐらいですか、うん、5ミリ、そこはないないない3ミリ、3ミリ、厚くて4ミリ、だいたい3ミリぐらいね、あれ茹で時間を知ってる？いや、正確な茹で時間わからない、うん、あんなもん正確なもんもうないよ、だって初めからね、うん、ほんで適当にこう上げてるじゃない、はい、感覚ですか、感覚感覚、うん、
で大体ね時間計ってたら2、3分、はい、ね、だからむちゃくちゃ早いの、早いですね、早い。だから2、3分で揚げるというのは早いのはね、早く切り込んだのは2、3分経ってるけど、後の方から切り込んだのは場合によっては1分経てないよ。そうね、ね、だということは言えることはむちゃくちゃ早い湯で、はい、それでも食感としてはちゃんとあるんですか？刀削麺食べたことない？ないです。あんだけ東京行ったり海外行ってんのに、うん、ああ本当、刀削麺結構美味しいよ。ねえ、あんな美味しいもん炊いてないとおかしいやねえ、結構美味しい。刀削麺ね、ラーメンもあるよ。あ、もともとね、刀削麺もラーメンの一部ね。で、私はもう興味があるからそういったのも徹底的に見てきてんですけどね。これ刀削麺はね、このね、圧延しないで薄くしてるでしょ、はい、ね、で麺生地がしっかり作り上げていれば、圧延はできるだけ無理な力を加えないで食べやすいサイズに加工することが大切で、それをも全く最も分かりやすくしてくれてる事例が刀削麺、うん、鍛えてないもん、はい、ね、出来上がった麺生地をスパスパこう切ってね、湯の中放り込んでるだけで茹でて、はい、あんな美味しい麺ができるじゃない、うん、ということは鍛える、あの伸ばす必要ないの、伸ばさんだってあんなに美味しいができるの、はい、ということでしょ、うん、で反対にね、この麺生地をせっかくいい麺生地を使っても伸ばす段階でダメにしてる事例結構あるの。こう圧かけすぎです。圧かけすぎ、かけすぎ、うん、ね、刀削麺というのは大きなかまぼこ状の麺生地ね、こうね、はい、でね、中国行ったらね、この刀削麺作るロボットでできてるの。もうシャンシャンこうやって切っていくロボット。そうそうそう。で ね、ロボットの腕の上にこうほら麺乗っけたら、このナイフがついてる片腕だけ動く、はい、バンバンバン、こちらだけがこうやってそれ面白いですね、うん、そうそうそう、見てるね、ほんで首がついて顔がついてね、当初人形になって、はい、で片腕だからこうやって動く、バン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 、ほんで麺切っていく、うん、ね、じゃあ1だったらすごい楽ですよね、もう置いたら、うん、置いたらね、ただね、人間みたいにほら工夫しながら切らない人間だったらほら今こう切ったらね、だんだん回しながら、生地回しながら切ったりするじゃない、はい、ね、だから切り残りも結構出るしね、うん、ということで、はい、以前にね、昔あの上海行った時にね、その刀削麺のロボット見てきました、うん、で一緒に食べてもいましたしね、はい、だからね、私がそこで驚いたのはね、茹で時間が非常に短いということ、うん、特に他の製法とは比較にならないくらいに短い茹で時間でありながら麺の食感しっかりしてる、うん、だからこれからね、私は大きなヒントを得たのは、はい、あの無理に伸ばす必要ないじゃないかということ、うん、麺はね、刀削麺みたいにこういうふうにほら、あの刀で削いだような麺だってね、結構美味しい、うん、ね、食べやすかったらいいですね、うん、ただしね、木作りはしっかりできてる、うんうん、ということですね、はい、これ非常にね、今回もこの文章を作りながらむちゃくちゃ参考になりました。機械作りのね、食感がしっかりしていて、手打ちうどんに負けないようなしっかりした食感、茹で時間が極端に短いね、あの圧延作業がゼロね、一旦伸ばしてないじゃないね、はい、ちょっとこれ字が消えてるから少し移動しますね、うん、はい、ちょっと移動します。ね、はい、圧延作業がゼロで、無理な圧力を加えないで、圧延しないにもかかわらず美味しい麺ができていると、うん、以上より言えることは、麺生地を圧延する力をできるだけ加えないで食べやすいサイズに加工することができれば、最高に美味しくて茹で時間が短く、茹で伸びの遅い理想的な麺を作ることができる
というのは麺生地の組織を傷めてないからね、うん、茹でるのも遅いと言えます。麺生地を麺線にする理想的な仕組みができれば圧延装置は不要になる、ね、要するに麺生地を、ね、麺線に麺の形にする、何でもいいから、はい、無理な力を加えないでできる、はい、何でもいいからそういったのができたら、ね、圧延装置いらない、うんうん、でもう一つ手延べですね、はい、ランシュラーメンみたいな、はい、あれも圧延じゃなしに、この引っ張る方向だけどね、はい、あれもその圧延一切やってないね、うん、この綿棒で押さえてない、力を加えてっていうわけではないですね、うん、やってない、うんうん、あれは引っ張りながらね、手延べそうめんと一緒で引っ張りながら休ませて、引っ張りながら休ませてと、はいね、で手打ちうどんの製麺の原理、これ絵描くん結構めんどくさかった、これ社長描いたんですね、うん、すごいね、これ画像をつなぎ合わせて描いたよ、ね、これ最初フリーハンドで描いてたら、全部フリーハンドで描いてたら線がぐちゃぐちゃになって綺麗な絵にならんの、ね、でこれを苦労して苦労してここまで仕上げた、やっぱ絵があるとすごい分かりやすいですよね、うんうん、でこれ真ん中綿棒でしょ、はいね、で下が打ち台、麺打ち台、うん、要するに手打ち麺、手打ちうどんというのは綿棒と麺打ち台の間で伸ばすんです、はい、でこれ見てもうね分かるように、うん、綿棒に麺生地が巻かれてますね、はい、だから麺生地の隣はまた麺生地、麺生地、うん、ということはね、非常に麺生地同士で伸びやすいんです、うん、足踏みの時に2枚重ねでしたら真ん中が非常に伸びやすいでしょ、はい、麺と麺と接しているところが、うん、それと全く同じ原理、麺と麺と接しているところはね、はい、非常に滑って伸びやすいんです、うん、無理な力を加えてでもね、無理な力が加わらずに非常に伸びやすいんです、うん、だから綿棒圧延というのは非常にね、この圧延メカニズムをうまく活用した圧延方法なんです、うん、無理な力を加えずに楽に伸びるような方法なんです、はいね、だから手打ち職人が綿棒でこう麺生地ね、はい、あんなに圧延しにくい麺生地を簡単に圧延してしまえるというのはこの綿棒の原理があるからなんです、うんね、で上から圧力を加えるね、はい、そしたら同じ反力が下方向から加わります、はい、上からね力を加えたら反力ね、これ必ず圧力を加えたら反力が生まれると、はいね、だから上から麺 を押さえとるようでも上下でほら力が加わってるね、下がもう同時に伸びてるんですよと、はい、上だけじゃなしにということがよく分かりますね、はい、で綿棒がこういうふうに回転するということは左方向にこうね、はい、移動してるということね、はい、そうするとこれに回転力がね生まれてくる、はい、と同時にですね、麺生地に張力、引っ張り力が生まれてくるんです、うん、麺生地と麺生地を引っ張り合うような力がね、うん、生まれてくるんです。あ、これ、はい、ちょっとあ、ね、麺生地に生まれ、ね、力が生まれてきてるんです、うん、要するにこういうふうにですね、麺生地に加わる力は上からの手による押さえる圧力ね、それから麺打ち台の反力、はい、それから回転力、うんうんね、上こう回るとね、はい、だから回転力によってね、この回転されたら麺生地に張力、麺生地をこう引っ張る、うん、引っ張る方向、ね、の力が加わります、うん、だからこの綿棒で伸ばして打ってる時に常にこう巻き戻すのは緩んでくるんです、伸びて、はい、麺生地が伸ばされたらね、これがほらだらんと緩んでくる、うん、伸びるから、はい、だから常にほらもっぺんこう綿棒、うん、伸ばして反対90度方向から巻き伸ばす、はい、ね、巻いていく、はい、でできるだけ、きつく巻いていく、うん、緩く巻かんとね、引っ張り、引っ張り持ってね、うん、で一番伸ばしたいところを手前に持ってく、綿棒の、はい、一番伸びやすいから一番ね分厚いところを一番綿棒に巻きつける、うん、分厚いとか、はい、ね、一番
そこは伸びやすい、ね、それを繰り返し、こうやって繰り返し、そうです、うん、そういうことね、だから綿棒の回転による綿生地に張力が発生しますと、綿生地の隣は綿生地で、綿生地に過度な圧力が加わらない、ね、以上のように綿生地に加わる力は非常にしなやかなんです、ね、それと同時にね、だから手打ちうどんが美味しいというのはそのしなやかな力しか加わってない、ね、一つが、それと同時にこの加わった力がね、あの連続でほら一定の力じゃないの。例えばその下にロールの絵がありますね。このロールの絵があって、はい、このロールで圧延したら常に一定の力がずっとほらあのユニフォームというか、はい、一定の力がずっとこう加わっていってね、でしょ、うん、ところが綿棒で圧延したらこのほらね、伸ばす時の力の波みたいな状態にね力が加わってるから、はい、一様じゃない不連続な、ね、はい、この不自然なというか、はい、あの一定の力じゃなしに強い弱い強い弱いというような断続したあの波みたいになってるから、はい、食感にそれが現れて非常にこう食感自体が複雑な食感になって、はい、さらに美味しさが増してくる、はい、ね、だから真打ちとかああいったロールで伸ばす時の一番の欠点は、はい、一定の力が一定にずっと加わっていくから、はい、一定の面線になりやすい、はい、手打ちの場合そうじゃなしに一定の面線じゃなしに常に不連続な力が加わるから、あの茹でた後手打ちだと面がキリキリとねじれてしまったりする、うん、ね、キリキリとほらねじれて、ね、はい、手打ちだといろんな方向から力が加わってるから、はい、ところが面あのロールで伸ばした面はあのユニフォーマリーに一定にこう力がかかってるもんだから、はい、ね、あの平坦な面になりやすい、ね、こうキリキリねじれたりしてないね、一定の方向の面になりやすいというような特徴がありますね、はい、で面の美味しさも同時にこう、ね、そういうふうに一定でない方が食感のいろんな微妙な、うん、あの、うん、差によなって美味しさが増すということですね、うん、はい、ではその次ですね、これ一般的なロール圧線、これは真打ちのロールもそうだしバンドタルもそうだし、あるいはリッチ面なんかもだいたいこういうふうなロールで圧線するでしょ、はい、でこのね、で今日は高水の圧線に飛んときますね、うん、で綿生地にこの圧縁圧力を加えると最初に弾性変形、元へ戻る変形が起こり、次に組成変形が発生し、さらに無理な力を加えると組織破壊が起きる、ね、要するにこの弾性変形というのは何かというと力を加えて、ね、変形する、はい、それ力抜いたら元へ戻る、これが弾性変形、はい、ね、あの弾力の弾ね、うん、この弾性変形というのがその元へ戻る変形、はい、で組成変形というのは元へ戻らない変形、うん、ね、もう一回加えたら、うん、あの大きい力を加えたら、はい、だから小さなあの力だと元へ戻るけども大きい力では元へ戻らない、はい、これ理解できる？もう行き過ぎた、うん、どう言ったらいいですかね、うん、そうですね、例えば 金属なんかでもね、ちょっとほらまっすぐな金属、はい、ちょっと力加えたら、ね、このほらはあ反発して元に戻るんじゃない、小さな力、はい、とか大きい力でぐにゃっと曲げたらもう戻らない、曲がってしまうね、はい、だからその元へ戻るぐらいな変形が弾性変形、うん、で元へ戻らない大きな変形が組成変形、はい、だから綿生地に、ね、このロールの間隔が小さい時は組成変形いや弾性変形しか起きないんです、うん、ところがある程度以上の間隔にするとですね、はい、組成変形が起きてこの入り口側の A と B 出口側の B ですね、この厚さが変わってくるんです、うん、うん、
それはなんかもうその中の組織が壊されて、うん、組織が壊されてね、組織が壊されたりとか組織がずれてずれが発生してるね、うん、この下の絵で下の方に絵がありますけどね、こういうふうなずれが発生してね、はい、いるわけなんですね、うん、でここで熟成が必要なというのがですね、ちょっと、はい、さっき余分な話しますけどね、はい、この圧を加えたら必ず熟成しなさいというのを言うでしょ、うん、でなんで熟成が必要なかというと、我々も筋トレした後金属、筋肉、筋肉の組織がね破壊されてるね、うん、このよく言うでしょ、うん、であれを休ませることによって、ね、すぐ復活すると、うん、破壊されたのが、だから筋トレというのもね、筋肉の破壊とこのほら休ませるを繰り返す、うん、はいね、そしてだん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 と筋肉を強くしていくというのが、うん、あの筋トレの、ね、意味でしょ、うん、筋肉をさらに丈夫にしていくね、はい、一旦こうオーバーな力を加えて、うん、ね、オーバーな力を加えて無理やり引き伸ばしてね、うん、いや少しだけ壊して、うん、たくさん壊さない、少しだけ壊して、うん、で休ませて、うんうん、ね、だからオーバーストレスはダメだけど、うん、少しだけ壊してね、うん、でそれを元に戻していくということが必要だということね、うん、下記の幸福点が、男性偏見の限界で、このこの下にね絵がありますね、はい、この下にグラフがあります、うん、ABC とね、はい、で A というのは非常に角度が立ってますね、はい、一番立ったいやいや B が立ってますね、うん、で一番、真ん中が A で C は何かというと強度が低い、うん、ね、強度が低い、要するにこれどういうことかというと、例えば免疫上を、ね、これ引っ張りだ、あ、これは多分引っ張りだからちょっと違うんですけど、我々歯で噛んだ時に先端というね、歯で噛んだ時に免疫上をぐーっと圧縮していくと、うん、最初はね男性変形、少しこう抑えた時は男性変形元に戻る、はい、でそれ以上抑えたら元に戻らない、うん、ね、元に戻らない点が来て、それが幸福点、はい、でそれをあとさらにぐーっと、ね、抑えていったら、ね、いつかパチンとこうほら切れてしまう、はい、これが破断点です、うん、ね、それでその、歪み、ね、この抑えてからね、この歪みというのは弾力があってどんどんとこう伸びる方向、ね、はい、ずっとね伸びて入っていく方向が、この歪みが大きいほど、右側の方にこうずっと伸びてるんです、はい、ね、ずっと伸びて要するに粘ってちぎれにくいというのがこの右側の方です、うん、歪みがある程度までいってでも切れないとね、はい、で一番粘って切れにくい切れやすいのが真ん中の B です、うん、あんまり粘らないですぐパチンと切れる、はい、これはどんな面か言うと博多豚骨みたいな、うん、硬いけど、ね、はい、ほとんど変ほらの変、伸びないですぐプツンと切れちまうと、はいはい、ね、ところがうどんなんかは どっちかって A とか C でね、うん、粘ってなかなか切れないというのがこれです、はい、ずっとこう引っ張って押し込んでいってね、ずっと耐えていって、である程度耐えれなくなったらそこでパツンと切れてしまうと、うん、でそれが一番長い歪みが耐える力が強いのが C だというね、うん、で C ほどうどん麺類としてはこの美味しいと、まあ、食感というのは餅状に近いと、餅状食感だという、で B はどちらかというと粒状食感、粒状の食感ですね、うん、すぐパチンと切れやすいと、うん、スパゲティとか、はい、というような形ですね、で、要するに幸福点が男性偏見の限界点で、この点を超えると力を除去しても元へ戻らないと、で当社では幸福点を超えない限界が
ね、あ、超えないというか超えるけど幸福点ね、当社では幸福点を超えるがね、るがね、面組織ね、面の組織を破壊しすぎない、ために、あ、はい、ちょっとこれ修正しますね。当社では幸福点ね、幸福点というのは、はい、あの男性偏見の、ね、領域だから、はいね、それは当然超える、超えてでもね、この組織破壊までは、ね、至りすぎない、うん、組織を破壊しすぎない、はい、少しだけあと修復熟成で元へ戻る程度、はい、だから寝かすと元へ戻らん程度じゃなしに、人間の筋肉の破壊と一緒で、あの破壊しすぎると神経、神経痛になったりとしてね、はい、もう元へ全然戻らなくなるけど、はい、そうじゃなしに程よい鍛え方ね、はい、というのが当社ではですね、この A 対 B の比率が 70% から 80%、はい、要するに2割からせいぜい3割までしかね、この一気に潰したらダメですよということを言ってるんだ、はい、うん、はい、ここまでいいですか、はい、はい、で、組成変形と男性変形、破壊の前に起きること、破壊工学の基礎地域、物が壊れるかどうかを決定するのは力の大きさではなく単位面積あたりの内力である応力、単位面積あたりね、だからうちのプレスだって単位面積あたり足の裏と同じような力で押すようになってる、はい、ね、でプレスバットが大きいから、はい、あれ全体で4トンかかるけど、はい、実際は人間の足の裏の1平方センチにかかる圧と同じように揃えてあるの、はい、ね、だからね、真打ちで作った面が美味しいのは、はい、人間の足と同じ圧力をかけてるという点です ね、はい、ね、だからここで言うように単位面積あたりの内力、応力ね、応力に着目すると破壊という現象がシンプルに説明できる、今回は破壊に至る前に応力が大きくなるに従って材料の中で起きる男性変形と組成変形について説明します、ね、そのこの下の3つの図ですね、さまざまな応力歪みせんず材料を引っ張り試験機にかけると、これ引っ張り試験機だから引っ張る方ですね、はい、ところが引っ張り試験機と切断、先端ね、うん、我々はうどんの場合は常に先端のアタッチメントで測定します、はい、引っ張るもできるしね、はい、レオメーター引っ張り試験もできるし、うん、先端試験も圧縮試験ですね、先端って、はい、両方もできるようになってるんです、うん、ね、応力歪みせんずから材料が耐えられる最大応力が分かるだけじゃなしに、外部から力を加えて壊れるまでのプロセスを観察できます、随一に定性的な3つの応力歪み線図を示します、ね、試験材料は鋼材を想定します、これね鋼材でもね面生地でも全く同じようなデータを取れます、さら単位は全然違うよ、ただこのグラフの寝方は同じようなグラフができます、うん、これはね私も金属工学を学校で勉強してね、こんなことを学んでた、これむちゃくちゃ役だった、こんなことが、ね、学校で習った金属工学が面のジャンルに役立つと夢にも思わなかった、全然だって違いますもんね、うん、ね、硬いと柔らかいと全く、ね、違うね、ところが金属工学、学生時代にね、習った、ね、金属工学が面のジャンルにピタッと当てはまった、すごいじゃないの、すごいです、ね、金属工学全然わかんないですけど習っとけばよかった、ね、うん、ね、いや私自体がねこれ本当にびっくりしました、はい、でこれ先ほど言ったようにですねこの3パターンあってね、うん、真ん中がねスパゲティとかねあの博多ラーメンみたいに簡単に切れるやつね、硬、うん、いけどね強さはあるけど簡単に切れるやつ、うん、それから右ほどね粘って切れないもっちり感ね、で強度強さが強いほどですね
このぐーっと歯が入った時にね、はい、これが粘って粘ってぐーっと右の方に寄っていくのがこれ、はい、で強さそれと同時に歯が入る時に反発力が強いのがこの高さ、うんね、反発力が高い、はい、だから面自体が硬さと横方が粘り強さ、はい、だから高いほど硬い、うんね、意味分かった、はい、この高いほどね硬い、だから A は結構硬いね、硬いで粘りも少しある、で C は柔らかいけどものすごく粘り強いと、うん、こんなうどんに例えたらよくわかるよ、そうですね、うどんが C に、うんね、うどんは C に近いね、うん、ということですね、これ金属工学ですからね、皆さんね、うどん工学じゃないですからこの図見たらもう目がちょっとクラーってなりましたけど、今の説明ですごい分かりやすかったです、ね、うんね、図一に挙げた3つの応力、歪み線で共通しているのは応力が小さい時、ね、舵をかけ始めた時グラフは直線を示し、ね、これ直線というのは断線変形、さら、うん、に応力が加えると曲線なり、破壊に至る点ですと、うん、グラフの初めの直線範囲では材料は力を受けても変形して力を取り除くと元の形、これ断線変形、断線変形の範囲では結合している原子同士は加えた力に応じて互いの距離を変化させる、引っ張る力を引っ張り力を受けた場合は原子同士の距離がさらに長くなる、ね、力が取り除くされば原子同士が引きつけ合う力の作用で元の距離関係に戻る、応力をシグマ、歪みをイプシロン、比例定数を E とすると応力は直線の式でイプシロンイコール E かけるシグマで表すことができる、うんね、E は断線、縦断線係数、またヤング率と呼ばれ材料の変形しにくさを示している、ね、だから E が大きいほど材料は変形しにくいと、ね、示しているということですね、どこだったかな、うん、あそこまでいったね、E の値が大きいと直線の傾きは大きくなり伸びにくい性質であることを示していますと、ね、伸びにくい、 E の傾きが大きいほど伸びにくい、そうかな、 E の傾きで、うん、E の値が大きいと直線の傾きは大きくなり断線係数、まあこれはこういうふうにちょっと皆さん覚えておいてください、うんうん、これがこれ反対に直線の傾きが大きいほど伸びやすいように思うんだけどね、うん、ぐーっと伸びやすい、これが一番伸びにくい、傾きが小さい方が、はい、ね、ここ、うん、組成変形と先端応力、応力歪み線図の後半部分は曲線を示します、ね、ずっとこう上に曲線になってますね、はい、この曲線範囲では変形した材料から力を取り除いても変形は元に戻らない、これ組成変形、ね、これを組成変形と言います、はい、組成変形の範囲では材料はずれるように変形する、はい、この変形に関与しているのは先端力です、引っ張り試験では材料の中に引っ張り力だけでなしで先端力も発生しています、材料を引っ張っているのに先端力が発生しているのはなぜでしょうかと、これ分かりやすい図があるわね、はい、まっすぐこう両方に引っ張ると、はい、中ではこうね生地がずれるからこう引っ張って切れないで、はいね、切れないでいってるのはこうずれるから、ね、うん、このずれが、ね、先端力、はい、うん、が発生しているということです、ね、応力をイメージする方法に仮想切断があります、材料が切り離せるイメージ頭の中で描こう、これねここみたいにね、うん、そうするとね、
実際にはね、もちろん切り離せています。切り離せていないからこそ外部から力を加わっても分離しない。外部から力を加わっても分離せずに形を保つように作用する対面性型の力を応力と呼んでいます。例えば材料に引っ張り力が加わった時、力の方向に直行する面、下層断面を想定してみましょう。そこには面を引き離そうとする力に抵抗する力の存在を想定できます。これが、引っ張り応力です。仮想的に切断してみる力は外力に直行する面でなくてもいいんです、ね、引っ張り力の方向に対して斜めの面では仮想切断をするとどうでしょうと。斜めの面では面を引き離そうとする力と面をずらそうとする力に分かれることが想定できます。斜めの面の傾き、各シーターが大きくなればなるほど面を引き離そうとする力は小さくなり、面をずらそうとする力は大きくなる、はい、これですね、うん、だから、うん、この両方から引っ張ると、ね、この断面ね、普通この断面、まっすぐな断面を想定するんですが、実際はこういうふうに先断力が発生しているというふうに、ね、このだから最初からね力、例えば鋳物なんかだとこう引っ張ったら引っ張ってパンと切れるわね、硬い、もろ、硬くてもろいやつはね。ところが一般的な金属は粘りがあるから、こういうふうに先断力が働いて、この斜めの面に力が働くということですね、うん、あの生地なんかも、面の生地なんかもどちらかというとこちら方向です、はい、ね、で、面を引き離す力の成分として、その直行上にこういうふうな応力が働いてますよというのをこの図は示してるんです、うんうん、だから面の生地一つ見てでもね、結構複雑、うん、複雑ないろんな力が働いてるというのがこれからよくわかりますね、はい、で、今日はですね、こういうことをとりあえずご説明しました。で特にですね、この ABC 非常によくわかりますね。質問が先ほどの式ですかね、はい、うん、式でシグマが2個あるのは間違いで、どちらかがイプシロンですか、うん、っていうことですね、うん、直線の式、この図の下の多分ここのことですかね、うん、そうですね、これ間違いですね、うん、比例定数がこれでね、応力がシグマでしょ、うん、それで歪みがイプシロン、そうすると、ね、歪みはそしたらイプシロンイコール E かける、ね、応力シグマということになりますね。これ失礼しました、ちょっと、うん、これね、私もちょっと資料から引っ張ってきたから、ちょっとそのままで合ってるものと思ってました。ちょっと非常に失礼しました、ご指摘ありがとうございます、うんうん、本当ありがとうございます。だからここはね、歪みイコール、うん、ヤング率かける応力、うん、応力をこれだけ加えたら歪みがこうなりますというのがこの E ですね、うん、だから傾きで男性ケースね、E の値が大きいと加えた力に加わって、だからこれが大きいほどね、右側の図になりますね、歪みが大きくなりますから、歪みイコール加えた力かける、ね、ヤング率だから、ね、だからこちらほどね、ここでね、もう一つこれやはりミスプリだと思います、伸びやすい性質ね、うん、この E の力が大きいほど直線の傾きは大きくなり伸びやすい、うん、引っ張られたら引っ張られるほど、ね、伸びやすい性質であることを示します、
ね、はい、この C ほど、ね、伸びやすい方向、うんうん、ということで、はい、これちょっとね直しときますね。せっかく指摘していただいたから、ね、でこれは、ね、イプシロン、はい、直しました、はい、ご指摘ありがとうございます。うん、今日はちょっと数式が入ったりしてややこしかった、ね、で、それじゃあ来週ですね、はい、は引き続き、今回テストやったロールの結果ね、はい、あの小形と体形ロールとどちらがね、おいしい面ができるか、はい、品質がいい面ができるか、その結果皆さんにご披露するのと、はい、今日は高水での主に高水での圧縁のメカニズムだったでしょ、はいはい、だから今度は消化水での圧縁のメカニズム、うん、消化水の生地を圧縁したら綿生地の中にどんな変化が起きてるのか、はいね、だから組成変形ね、消化水の場合は外から力を加えることによって弾性変形はほとんどないんですね、はい、ほとんどが組成変形です、うん、で、だからうどんなんかの柔らかい麺生地の場合は組成変形が非常にね多いですけど、はい、消化水の硬い生地は組成変形の領域がほぼゼロなんですね、うん、だからその辺もですね、はい、ちょっと詳しく専門的に、私はエンジニアだから、はい、エンジニアの立場で、はい、少し専門的で分かりやすい話をしていきたいと、はいね、めぐちゃんでも分かりやすい話をしていきます。今日の話はどうだったですか？今日のやつはですね、最初に資料いただいたときに、うん、ここのグラフを最初見たときはもう目がちょっと暗って説明を聞いてすっと入ってきました。分かりました、ね、よく分かったでしょ、はいねうん、じゃあそれじゃあまた来週までね、この消化水面の、はい、圧縁のメカニズムを来週です、はいはい、じゃあそういうことで、はい、今日は皆さん長々とご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。また来週お会いしましょう、はい、来週またお会いしましょう、はい。